はい、どうも。テラコヤサリー、テラコストでございます。えー、今回はですね、えー、小学算数、一桁の割り算について語っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。えーまあ、小学校の算数で割り算なんですけども、この割り算というものはですね、対象のものを分割とすることを言います。まあ、例えば、ピザがありますよね。このピザをですね、えー、3人分に 分割してくださいみたいな問題ですとか、逆に、えー、この割り算というものは大きい量を小さい量で分けた時のグループ数でありますので、その、3人いるんで、とりあえず3つに分けましょうって適当に分けた場合ですね、多分喧嘩になると思うんですよ。お前のピザだけでかくないみたいな形になってですね、えー、喧嘩になりますので、同じですね、分量ごとに分けていきましょうねっていう、 えのが基本的に割り算の使い方になります例えばですねこのピザあがですね 6g のピザだと、えー、6g のピザであればまずは 2g で分けてみましょう 2g で分けたら何人分分けられますかねみたいな形で,ですね計算していくんですねそうすると123456って 1g ずつにですね このピザを分けた場合に 2g ずつ分けるとですね123という12が1つ34が1つ56が1つというふうにですねまとめていきますと 2g でまとめるのは3人分ですね分割できますよねこういった形の計算を出すのがこの割り算でございます 8g のピザをですね 4g で分けた場合には 1,2,3,4,5,6,7,8というグループ内の個数をですね、分けた場合には、えー、1と2という形ですね。えー、2人分できますね。こういうふうにですね、計算していくということでございます。逆もしかりなんですよ。例えば、6g のものを2人で分ける場合には、えーまあ、3g 必要ですよね。8g のものを4人で分ける場合には 2g ずつ必要ですよね、みたいな。 ですすね計算もすることとができますよとこういった割り算ってものすごい使えるツールにはなっていきますので是非ね皆さん覚えて帰っていただければと思います。ではまたお会いしましょう。またね。